はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は一緒にプランクでお腹を引き締めていきましょう。3分間ありますので一緒に頑張っていきましょう。まずはうつ伏せになって準備をしてください。テンポが上がるまでゆっくり今のうち休んでください。今から地獄の3分プランクが始まっていきます。肘は肩幅、足も肩幅です。まずは通常のプランクの体勢から始まっていきます。腰が反れないように腰を丸める感じでお腹を引き締めてください。呼吸は通常通り、頑張ってキープしていきましょう。お腹の力を緩めない、お尻を締めたままキープしてください。徐々にプランクの種類を変えていきます。今度は膝をついた状態で肘を前に出して後ろに下げて肘で歩く感じで膝つきプランクを行います。リズムに合わせてお腹を効かしていきましょう。お腹が辛くなっても意識は肘を動かす、そこに向けてください。はい、肘をしっかり前に出して今度は膝をついたり上げたりします。リズムに合わせて膝つきプランクをタップしてください。肘を前に出すと膝が浮かない方は少し肘を手前に寄せても OK です。もう一度肘で歩きます。頑張っていきましょう。膝でタップします。リズムに合わせて膝を持ち上げて肘の位置はできるだけ前です。お腹が疲れてきても頑張っていきましょう。お腹をいじめていきましょう。腰が反れないようにお尻は締めたままです。頑張っていきましょう。踏ん張りどころです。お腹が辛くなってきてます。タートルもお腹が死にそうです。今度は通常のプランクに帰ります。頭の中を真っ白にしてください。お腹が痛い、お腹が疲れてきた、問答無用です。頭の中を無にします。今度はお尻を振って腹筋の横、外腹斜筋を鍛えていきます。できるだけ大きくお尻を振って1、2、1、2、リズムに合わせて腹筋なんか疲れてないよ、まだまだいけるよ。今度はハイプランクキープです。呼吸を戻していきましょう。腰が反れないようにキープです。手は肩の下よりも少し前です。お腹が疲れてる、そんなの嘘です。全然お腹は疲れてません。まだまだいけます。頑張っていきましょう。あと少しです。頑張って。膝タップです。踏ん張りどころです。腹筋痛くない、あと少し、君ならできる、やればできる自分を知ってるはずだ。地獄の3分プランク、お疲れ様でした。お腹にしっかり効いたと思います。これを一緒に毎日3分だけです。頑張ることでお腹がキュッと引き締まってきますんで、これからも動画を見ながら継続してやってもらえたらと思います。お疲れ様でした。Thank you.